やはり共演者キラー佐藤健のモテモテ恋愛遍歴をまとめました。イケメン実力派俳優の佐藤健さん、たびたび週刊誌などにスクープされている佐藤健さんの気になる恋愛遍歴についてまとめました。一体どんな女性と噂になっているのでしょう。そしてテレビや雑誌で語った佐藤健さんの恋愛観や好きな女性のタイプについても調べてみました。恋愛遍歴が気になる佐藤健のプロフィール。生年月日1989年3月21日出生地埼玉県。身長 170cm、 血液型 A 型。活動期間2006年。事務所アミューズ。高校生の時に原宿でスカウトされて芸能界入り。2006年テレビドラマプリンセスプリンセス D で俳優デビュー。2007年、平成仮面ライダー仮面ライダーデンを見て主演を務めた。2010年、 NHK 大河ドラマ龍馬伝にて時代劇初出演。2012年4月舞台ロミオ&ジュリエットにロミオ役で出演。以降数々のドラマ映画 CM を中心に活躍している。佐藤健の恋愛遍歴。1人目、秋山里奈さん。生年月日1985年9月26日出身地東京都。血液型 A 型。身長 163cm。 デビュー1998年佐藤健さんと秋山里奈さんは仮面ライダーデンウォーで共演しており、それをきっかけに親密な関係になったのではないかと言われています。佐藤健さんが19歳の頃で、秋山里奈さんが23歳年上彼女でしたが、都内にある佐藤健さんの自宅マンションに毎日のように通っていたそうです。車で5分程度のところにお互いが住んでいたようで、目撃情報も多数あることから真剣に交際していたと言われてます。当時の佐藤さんは純粋できちんと付き合っていたのですが、彼の人気が出るにつれ周囲から交際を反対され、結局別れてしまったそうです。当時佐藤健さんは若手俳優として人気急上昇中で、恋愛関係には事務所も厳しかったのではないでしょうか。そのため残念ながら2人は別れてしまったそう。スクープ写真は見つかりませんでしたが、堂々とデートするなどオープンな交際だったようです。佐藤健の恋愛遍歴。2人目、石原さとみさん。生年月日1986年12月24日出生地東京都。身長 157cm。 血液型 A 型。活動期間2003年。事務所ホリプロ。舞台ロミオとジュリエットで共演した女優の石原さとみと若手俳優の佐藤健が打ち上げで関係者も目を盗みイチャついていたそうです。最初は他のスタッフとも気軽に話していた石原でしたが、そのうちに佐藤との会話が盛り上がると2人の世界へ。隣同士の2人は舞台さながらに見つめ合ったかと思うと、他の人には聞こえないようにこそこそと囁き合ったりして、まるで恋人同士のようだったといいます。佐藤健さんと石原さとみさんは舞台ロミオとジュリエットで共演しており、舞台でも情熱的なラブシーンを演じていました。その打ち上げでみんなに見つからないようボディタッチやひそひそ話をはじめ、最終的にはキスまでしていたそう。お酒が入っていたこともあるかもしれませんね。しかし石原さとみさんもいろいろな男性と報道されたり、共演者キラーと言われているので恋愛感情の有無はわかりませんね。佐藤健の恋愛遍歴。3人目、前田敦子さん。生年月日1991年7月10日出生地千葉県市川市。身長 161cm。 血液型 A 型。活動期間2005年。佐藤健さんと前田敦子さんは2010年に放送されたドラマキュートで共演しており、このドラマがきっかけで仲が深まったのではないかと思われます。以前から前田敦子は佐藤健に好意を持っていたようです。 AKB を卒業し恋愛解禁になった彼女はお酒の力もあったのでしょうか、佐藤健にアタックしたようです。しかし佐藤健には思いが届かなかったようで、あっちゃんは号泣。この日前田敦子さんはかなりお酒を飲んでいて泥酔状態だったそう。それで佐藤健さんにアタックしたそうですが、振られてしまったようですね。佐藤健さんが前田敦子さんをお姫様抱っこしているスクープ画像がありますが、その後タクシーに乗せて自宅へ送ったそうです。
お持ち帰りしたとの噂もありますが、その可能性は低そうですね。佐藤健の恋愛遍歴4人目、笠井智美さん。生年月日1991年11月16日。出身地東京都。血液型 A 型。身長156。デビュー2006年4月1日。ネットタウでは、2008年頃から噂になっていたイケメン俳優。佐藤健と AKB48 の笠井智美。この二人が一緒に歩いているところに気づいた。一般人が動画で撮影したものが2011年3月頃にアップロード。その後削除。流出した動画には、路上で堂々キスするところも、収められていたらしいが、現状ネットには残っていないため詳細不明。もともと、2008年3月に、笠井智美と佐藤が一日違いで、ブログに同じ風景の画像をアップしたところから、この話題は始まる。その画像は、路上でバイオリンを弾く操り人形を左側から撮ったもので、佐藤曰く、新宿の駅で、おじさんがバイオリンストリートライブをしてた。笠井は、道で、お人形さんが楽器弾いてるの発見。すごいと記した。どうやら目撃情報はあるようですが、画像がないため真実かどうかはわかりません。しかし、同じ日に、同じくらいの時間帯に別々で新宿に、いたというには偶然すぎるし不自然ですよね。恋愛に発展していたかどうかはわかりませんが、デートはしていたのかも。佐藤健さんと笠井智美さんに共演経歴がないので、もしかしたら、AKB48 メンバーや共通の友人の紹介で知り合った。可能性もないとは言えませんね。佐藤健の恋愛遍歴5人目。広末涼子さん。生年月日1980年7月18日。出生地高知県高知市。身長161。血液型 O 型。活動期間1994年。女優、広末涼子が。俳優、佐藤健のマンションを訪れ、一夜を共にする。様子がキャッチされた。一週間前に降った記録的大雪の影響で、未だ路肩には積み上げられた雪が残る2月21日の寒い夜。午後8時半頃、都内の自宅マンションから広末涼子が出てきた。12センチメートルほどのピンヒールに、透け感のあるセクシーな網タイツという装いだ。右手には、ちょっと、遅めのバレンタインプレゼントなのか、大きな紙袋が。約9時間後の翌朝5時20分頃、マンションのエントランスには、1台の芸者のタクシーが止まった。それから遅れること10分、佐藤の事務所の車が、タクシーの後ろに止まる。それから15分後、正面玄関から慌てた様子で出てきた佐藤は、そそくさと迎えに来ていた事務所の車に乗り込み、仕事へと出かけていった。その直後、佐藤を乗せた車が見えなくなったことを確認したのか、広末が、裏口から身を潜めるように姿を見せ、20分以上待たせたタクシーに乗り、彼のマンションを後にするのだった。2010年に放送された NHK 大河ドラマ、龍馬伝で共演した二人。撮影期間中は、あまり話すこともなかったのですが、打ち上げで急接近したようです。しかし、広末涼子さんは、既婚者で、この日、夫は、復興支援で東北地方にいたそうです。これが本当なら不倫になりますし、広末さんの夫婦仲も心配ですよね。しかし、その後、広末さんは妊娠発表をしたので、夫婦関係に日々は入っていないようです。こちらも、交際や恋愛といった関係ではないと思います。佐藤健の恋愛遍歴6人目、森環奈さん。生年月日1988年6月22日。出生地富山県。身長168。血液型 B 型。活動期間2007年。森さんとのツーショット写真をスクープされたのですが、森さんと仲良しの、ベッキーさんによると、3人で歩いていたのに、なぜか森さんと佐藤健さんが、2人でいるように掲載されたと、弁解しています。あれはツーショットじゃなく、3人でいるところの2人の、部分だけを切り取って、記事にされているとコメント。続けて、ファンの皆さんご安心よ。ちなみに3人目は私じゃないよ。と、コメントしています。週刊誌によると、深夜に、佐藤健さんと森環奈さんが、二人きりで食事をしていたとのことですが、実際は三人だったそう。三人目は、ベッキーではないとのことで、誰がいたのかは謎ですが、その後の情報はなく、恋愛に発展しているようには思えません。そんなモテ男、佐藤健さんの恋愛観とは？佐藤健さんの恋愛観1。モテ男、佐藤健さんの好きな女性のタイプをまとめてみました。
どっちかっていうと黒髪でロングの方が好き。色白の子、背が低すぎず高すぎず、でも自分より低い子、お姉さんっぽい人が好き。一緒にいて楽しい人、尽くしてくれる子。僕が素敵だなと思う女性は、自分を持っていてまっすぐ突き進んでいる人、媚びていない女性っていうのがワード的にしっくりくるんです。彼女から寂しいと言われてもピンとこない、会いたいと言われたらわかる。半年前のインタビューでは、僕のこと以外好きになれない人がいいと理想の彼女について語っていたが、そうですね、理想ですね。やっぱり自分だけを見ていてほしいし、自分もそうでありたいと思うんです。ロマンチストですか？そうかもしれませんね、かっこ笑い。でも僕にとっての究極の理想はそうなんです。今もそれは変わらないですよ。結構雑誌やテレビなどで好きなタイプや理想のデートなど恋愛について語っている佐藤健さん、自分に尽くしてくれる女性が良いとのことです。しかし恋愛体質ではないようです。自分に興味を示さない人が好きとのことなので、そんな女の子を自分に振り向かせたいと思ってらっしゃるようです。佐藤健さんはイケメンなだけでなく、頭脳明晰で非の打ちどころがない方なので、上記の芸能人の方だけでなく昔からモテモテだったでしょうね。佐藤健さんの次の恋愛相手はどんな女性なのでしょう？いかがでしたか？佐藤健さんの恋愛遍歴についてまとめてみました。恋愛の噂になる女性はたくさんいらっしゃいましたが、交際に至る革新的なスクープまではあまり情報がありませんでした。主演映画が大ヒット中で仕事も充実している佐藤健さん、ここ最近は恋愛スクープはないようですが、どんな恋愛をされているのか気になりますね。佐藤健さんの今後の活躍とともに恋愛スクープに関しても注目していきたいです。